5月11日、松山市桑原3丁目の松山東雲女子大学短期大学で、愛媛のビジネス事情をテーマにした講座が行われました。この講座は平成28年6月に結んだ松山東雲学園と伊予銀行の連携教育協定の一環で行われ、松山東雲女子短期大学現代ビジネス学科ビジネス事情において5月と6月に伊予銀行グループから講師を招き講義を行います。この日の講師は伊予銀行岡山則弘さんで、愛媛のビジネス事情と題し、県内ビジネスの現状を各業種別に分析したり、これから有能なビジネスなどを紹介しました。講義にはビジネスの現場で必要とされる専門的な知識や技術を学ぶ松山東雲女子短期大学現代ビジネス学科の学生35人が参加しました。松山大学の方で文学、まさにその通りですね。今治は造船タオル中央が 0% なんですが、すでに 0% を下回っている加工組み立て型産業のウェイトが低いというふうなことになっております。そしてこの産業分離、産業別というのは、これは20世紀の概念です。イギリスの経済学者、愛媛についての知らないことをたくさん知ることができてよかったです。愛媛のビジネスの状況、これを業種別、地域別に見ていきました。そしてさらにこれからの有望な、ビジネス、どんなものがあるか、それを皆さんと一緒に考えていきました。自分たちの、地元の企業に目を向けて、一生懸命その製品開発をしている企業、取り組んでいる企業、そうしたものをもっと知ってもらって、地元の企業に就職して立派なその会社員になっていただけたらいいなというふうに思います。まだまだ知らないことが多かったと話していた学生たち、県内企業に目を向けるきっかけになったのではないでしょうか。